なあ、ダザイ。か弱く華奢なこの指で私の首を絞めてくれ。言ってるそばから下の看板を怪我す。くし、睡蓮の花のごとき儚く、そして可憐なお嬢さんだ。どうか私と心中していただき。え、生きる理由、いや、生きてきた理由というべきか。そう、私はあなたと心中するために今日まで生きてきたのです。きっとそうです。ああ、美しい人よ。これで心中はできません。え、どこに泊まったんですか。うち、太宰様、その大変お世話になりまして。だってさ、そういうのありなの、探偵って。なんてことだ。過去のごとき華麗なるご婦人が若き命を散らすとは。悲嘆でこの胸が破れそうだよ。どうせなら私と心中してくれればよかったのに。